9年から2004年までの間、群馬県の中央部、赤木山の南北に位置した村である。2004年12月5日に、隣接する大御町、春川村とともに、前橋市へ、編入合併された。村の半分近くを、赤木山の林野が占める。村の面積は48.15平方キロメートルで、 東西5 5トル、南北1 8 0トルと南北に細長い地形。村域は赤城山の南北にあり、関東平野を眺望する傾斜地で、標高4 0 0ルを付近を境に、北側は旧傾斜地で山林が多く、南側はなだらかな傾斜地で、農地や宅地が広がる。合併前の宮城村役場は、合併時に前橋市役所宮城市所となっている。 農業が中心だが、特に畜産業が盛んである。2001年に、国内3頭目となる恐牛病の感染牛が、発見された。宮城村は合併前住所では、群馬県瀬田郡宮城村、大技花毛市の大技の次が地名であり、前橋市に合併後は、前橋市花毛国町となった。宮城村は、大技が7つあり、宮城地区が、 校区の前橋市立宮城小学校の校歌では、7つの字から集まってと歌われている。宮城地区には小学校と中学校が1校ずつしかないため、実質小中一貫教育である。加えて比較的小規模な学校であることから、学年で名前を知らない人はあまり存在しない。逆により長い時間を同じメンバーで過ごしているために、あまり闘争心が生まれず、教員からも、 その点について指摘されることがある。宮城地区には、高下電鉄は通っていないため、鉄道はない。ただ、宮城村時代には、村民が通学などに利用するので、上電に財政支援をしていた。道路の整備により、宮城地区中心部から、北関東道伊勢崎インターチェンジまで20分弱で行けるようになった。村の中心地で、役場所在地でもある。 大技花毛石地区は、陳地名として、しばしば取り上げられる。明治の合併以前は、花毛石村で、地元の陳樹である、諏訪神社に、花の形に似た B 種があることからついた名称とされる。地元民は、花芸し、花毛石と上州弁に点火して発音する。心ない人々によって、しばしば嘲笑の対象となることから、地元でも、合併を機に、 地名変更の声が強かったが、2003年に行われた住民アンケートで地名を変更しないことが決定された。それを受けて、前橋市と合併後は同市の花毛国庁となった。ありがとうございます。